岩本初江は、佐賀県唐津市日前町出身の実業家、株式会社アイシトートとの代表取締役、唐津大使、佐賀県宮城町の女性活躍推進大使、中川大使。1998年にア愛志唐との前身となる、企業、株式会社 HRK 遥を立ち上げ、健康食品、特に、コラーゲン補給食品を中心とした、美容。 健康商品を開発し、モンドセレクションの最高優秀品質賞を受賞、スタンダードブアーズによる AA 格付けの評価を得る。現在の企業の本拠地である福岡県、佐賀県を中心とした地域貢献活動に積極的に取り組み、自らの出生地である唐津市から新前大使の唐津大使に任命される。また少年院退院者や、 刑務所出所者などの社会復帰の支援に尽力し、天皇陛下より、根珠法奨を授与された。福岡県厚生保護協会の理事や、福岡県就労支援事業者機構の理事、春日警察協議会の協議会員を務めている。福岡県福津市にある、宮地岳神社に、光の道の展望台を設置した。また、メディアへも、積極的に登場し、著書のほか ラジオパーソナリティディスクジョッキー、テレビコメンテーターとして、レギュラー番組を持つ。これらは、密接な関係にある、エントリーサービスプロモーションの影響があると思われる。ありがとうございます。